西恩寺家は、藤原氏北家間陰流の公家、家族である。公家としての価格は成果や、家族としての価格ははじめ公尺化、後に公尺化。藤原北家間陰流の一門で、支流に、東院家、今出川や、伊予西恩寺氏などがある。家名は、四大公共が北山に混流した西恩寺に、しなむ。家紋は、左三つどもえを使用。館院流の祖である。 官員大城大臣、藤原金世の子代孫、藤原金座根の四男通り木を外する、三条家や徳大寺家とは、姉妹家にあたる。藤原通記は、保安年間に、賭場上皇の大馬屋別島になっており、ついで通り木の総尊西園寺公共も1199年まで、後賭場上皇の大馬屋別島になっている。さらに1246年に、西園寺公章が、 小佐賀上皇の大馬屋別島になっており、これ以降は中絶の時期はあれど、院の大馬屋別島の地位は、西恩寺家の世襲となり、その立場は、戦国時代、江戸時代にも変わることがなかった。興業は、源の頼朝の名、政子を妻とし、加えて、石家将軍、藤原頼常の祖父にあたることから、鎌倉幕府との関係は緊密であった。そのため、 上級の乱に際しては幕府に内応する恐れがあるとして朝廷によって幽閉されるが、かえって乱後に幕府の信任を受けて朝廷の実権を掌握し、大城大臣にまで昇進して価格を高めることに成功した。工業より、公衆までは長幕官の交渉役である関東文室儀を務めたほか、娘を次々と受大、立候させ、天皇の外籍として一時は、 石管家をもしのぐ県政を振るった。実験は、大覚寺等に接近し、亀山法王や五代後天皇に娘を入れたが、この高校以降は、反、幕府的態度をとる大覚寺等からは離反し、次第に、寿命院等との関係を深めている。また、藤原稔衆は藤原市長から、桂流清流の琵琶の奥義を得て以来、琵琶の家として知られた。 特に言葉天皇以来、琵琶は天皇が習得する必須の楽器としてされるようになってから宮廷でも重要視され、西恩寺皇賞がご不格差天皇の琵琶の御師とされて以降、歴代天皇は西恩寺家の当主から琵琶を習う慣例となり、政治的のみならず文化的分野でもリードするようになった。この時期は西恩寺家の女性の声援も文化面で活躍しており、 伏見天皇中宮野の,の英福門院は京国派を代表する大家人で、五代五天皇中宮野の後京国院も直線家人である。鎌倉幕府が滅亡し、五代五天皇による兼務政権が始まると、後ろ盾を失った西恩寺家は大勢に陥る。公衆は、北条氏残党である北条安家を閣媒、五代五天皇を暗殺して、 自命院闘の五伏見条項を擁立する謀反を計画したが、弟皇獣の密告によって発覚したために処刑され、家は皇獣が継承した。やがて皇獣が南朝へ参考したため、皇獣の維持実衆が右大臣に登って加盟を再考したが、王子の権勢は失われた。またこの頃、一族の君と氏が、下領の異予国上軍に下校して土着し、 伊予西恩寺氏の祖となった。金世初期のジフハレは、細川忠孝の長女を五台所に迎えたが、その遺産は火星の基盤となる。以後は、当主の早死にが、相次ぎ、竹からの養子が続いた。家業は、鹿の大事、夕食後日、雅楽。美和の源氏は、江戸時代に597国の美録しかなかった、西恩寺家にとって、重要な収入源になっていた。 西恩寺家には官位持ちの初代部五家と侍四、家が家臣として仕えていた。一条家の家令だった。幕末に同じ官易流の特大寺家から養子に入った金持ちは明治維新を経て政治家として活躍した。1884年7月7日に旧政画家として公爵を授けられ内閣総理大臣を二度経験した後、1920年9月7日に 君功により、公爵に昇釈した。金持ちは元老として、明治後期から昭和初期の政界に重きをなした。特に、明治後期から大正初期に西恩寺金持と桂太郎が交互に内閣総理大臣を務めた時代を敬遠時代と呼ぶ。リベラリストだが、共産主義は受け入れず、君主制を拒否しないコスモポリタン。 自由主義者の立憲君主主義者だった。金持は、西恩寺家の家業である琵琶の演奏が苦手であったが、首相在任中に、明治天皇からいたずら半分に、久しぶりに、西恩寺家の琵琶が聞きたいと言われたため、宮内省の落部職員と琵琶の共演をさせられて、宿泊したというエピソードが伝わっている。西恩寺公爵家の邸宅は、静岡県伊原郡を基地町と東京市陥区。 駿河台にあった。男子がない金持ちは、毛利玄徳公爵の八王八郎を養子に迎え、公爵位を継承させた。西恩寺家判例。一実戦は実子、実施転践は、養子。転践は、婚姻関係。二構成の都合で、出生順より組み替え。三系図の出典元は。鎌倉時代に、西恩寺家は、諸国の治療国主となり、その所領は、 日本全国に存在したが、西恩寺家が特に執着していたのは、海上交通に面する所領だった。最も重要な所領は、鎌倉時代を通じて事実上計量として支配してきた伊予国であり、1236年には、西恩寺工業が幕府に強要して、立花工業の同国和軍の治療を止めさせて、自らの所領にしている。 南北朝堂乱期には一円支配下に置いた上軍に、その一流の辰馬市や松橋を到着させて、室町時代以降にさらにその足場を固めて、伊予の戦国大名化した。江戸時代の下録は597国だったが、実高は400国程度しか取れなかったという。維新後、母親戦争の軍港により、小天禄300国を衛星化しされた。国立歴史民族博物館の 休校給料取調調データベースより算出した幕末期の採音時計量は以下の通り。採音時計の文書や蔵書などは以下の場所などに所蔵されている採音時計は京都大学、立命館大学、学習院大学と関係が深い。ありがとうございます。